この長いのをフリーハンドでバシバシ切っちゃいましょう。はい、こんにちは、のびや本店ののびです。今日はですね、バッサリとカットしたイメージチェンジをご覧いただこうと思います。まずはビフォーの状態がこちら。ドン。そして気になるアフターがこちら。ドン。といった感じでですね、あのロングヘアをバッサリとショートに切ったのにめちゃくちゃ馴染んでおります。まるで前からこの髪型だったみたい。切り立て感一切なし。この秘密をですね、今日はご覧いただこうと思います。この後施術のシーンがほんの数分ございます。そしてその後、この切り立て感のないイメチェン、バッサリ切ったのに超スーパーナチュラルなこのイメージチェンジの秘密をお伝えしたいと思います。ということで、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では解説します。まずはですね、この長いのをフリーハンドでバシバシ切っちゃいましょう。今日は思い切ってイメージにすることはもう最初に決まっているので、余分な毛は切っちゃうと、ここでですね、ミエさん自身にカメラを持ってもらって、このバッサリカットのシーンを撮ってもらいましたよと。そして一遍シャンプーしてから改めて切り直します。今回はですね、とにかく久しぶり、何年ぶりかな、こんなにねバッサリ切るのはかなり久しぶり。ただ彼女との付き合いが長いんでね、これまではもっと短いスタイルにしたこともあったんだけど、まあ伸ばしたりある時切ったりってことをね、長いお付き合いの中で繰り返しておりまして、ここ最近は、ロングの期間がすごく長かったよということね。で今回は思い切って、そろそろ切っちゃおうかなということで、あとは任しといてくれよと。ノブさんお得意のですね、完全お任せ、仕上がってみるまでどうなるか本人が全くわからないという、そういったスリルとサスペンスのノブ屋ならではのですね、そういった回でございます。とにかくこのレザーカットを今してるよね。ノブさんはレザーカットはすごく当たり前のようにもう30年近く対応してるわけなんだけど、これなんでこのレザーカットをするのかということね。別にレザーカットがなんかかっこいいからとかそういうわけじゃないんだよね。ノブさんはとにかく髪の毛を切りたてみたいなね、今美容室行ってきました切ったばっかりですみたいな、それがね嫌なのよ。この話はこの施術シーンの後にまた詳しくしようと思うんですが、なるべく今日切ったばっかりですじゃない方が好きなわけね。これはね好みの問題でもあるとは思うんだけど、まあここ信屋本店に来てくれてる人たちはまあそれが気に入って来てくれてますよと、そういったことね。いい悪いでもないね、うまい下手でもない、好きか嫌いか、そういったことね。なので、ノブさん特にロングからバッサリショートに切るなんていう時はレザーで切ることがもうほぼ 100% かな。どうしても長い髪をバッサリ切った時っていうのは新品感が出ちゃうんだよね。新品感わかる？新品な感じ、なんか今切りました感っていうのが、ね、出ちゃうので、それを出さなくするためにこのレザーカットというのをします。そしてさらに一遍乾かした後にこうして、乾いた状態の髪をハサミで切るんだけど、これは長さを切ってるわけじゃなくて、髪の毛の間に大きな隙間を開ける、そういった役割があるわけね。そのことによってより切り立て感をなくしていく、髪の毛の自然な馴染み、その人にこうぴったりと馴染んでいる感じ、まるで昔からその髪型だったみたいなね、そういった風合いを出すわけね。もちろんこれは乾かすだけでいい感じになるということも狙っているし、切ったその日のいい感じが1週間2週間3週間4週間、ね、1ヶ月2ヶ月経ち、それでもなんだ か髪に馴染みがあるというのかな、不具合が起こりにくい、伸びきてきた時に起こるなんだかこう違和感というか、嫌な感じが起こらないようにしてるわけね。そしてカラーリングが終わって今もうスタイリングに入ります。これまで過去にねショートは経験してはいるんだけど、久しぶりのショートなんでね、ちょっと注意点なんかを説明したりしています。この辺のお話もこの後施術の後にね詳しくお話します。見ての通りただ適当に乾かしてるだけ、という感じだよね。そこにスプレーワックスをつけて手ぐしでパッパで終了です。
ほら、まるで昔からこの髪型だったみたいにね、今切りたてだみたいな感じが全くないと思うんだよね。これもちょっと詳しく説明してますね。このお話も後でしましょう。とにかくこの施術シーンの後もね、しっかりと見ていただくと参考になるんじゃないかなと思います。はい、かわいい、イエイ。ということでご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。あの長い髪をバッサリとショートに切ったのに、めちゃくちゃナチュラル、ね、切り立て感のないあの感じ、このお話ししたいと思います。お話はですね、遡ること今から、40数年前ですかね、ノブさんがまだ幼少期の頃、ノブさんちはね、親がこういった職業をしてなかったので、当然子供の頃はですね、普通にお客として床屋さんに行ってました。その床屋さんで髪を切ってもらうとですね、バシッと切り揃ってると、ね、これがね、子供心に嫌で嫌で、ね、いかにも今床屋さん行ってきましたみたいな、そのビシッと切り揃ってる感じが、床屋さんはもちろんね、良かれと思ってやってくれたんでしょうが、ノブ少年にとってはですね、あの切り立て感が何とも嫌だったんです。そこで、今度自分がね、この職業に就いた時に、もっとナチュラルになんないのかなと、ね、いかにも今髪の毛切ってきましたという感じを出さなくするためにはどうしたらいいのかということを非常にね、自分なりに研究しました。そこで行き着いたのがこのレザーカットというわけね。ハサミでチョキンと切り口を切り揃えるのではなくて、あのカット用のカミソリでね、いかにも切り立てではない、こう切った髪が伸びてきた自然な馴染みみたいな、そういったことを追い求めてレザーカットをするようになりました。そしてさらに、乾かした状態で髪を切ることによって、もっとナチュラルに、まるで前からその髪型だったみたいな、そういった仕上がりを求めて、もうすでに20年ぐらい経ちますかね。もちろんね、切り揃った質感が求められている場合っていうのは、チョキンと切り揃えることもあるんだけど、基本的にはこう、信屋本店にはですね、お任せのゲストがほとんどなので、そういった場合は、この切り揃えましたという感じを出さない。今、美容室行ってきたばっかりで、チョキンと、ビシッと切り揃ってる、そういった感じを出さないようにしています。それと施術シーンの途中でドライヤーの時ね、いろいろアドバイスをしてね、あのお話をしましょう。あれはですね、これまで、違う髪型だった、特に長かったのをバッサリ切ったなんていう時は、乾かす時、これの注意点をしっかりお伝えするようにしています。もちろんね、ノブさんのカットというのは基本的には乾かすだけでいい感じになるよというのが売りなので、それほど難しいことはないんだけど、長かった髪を短く切った時、この大きな違いは何でしょうかと聞かれたら、ノブさんはこう答えます。髪を洗った後、乾くまでの時間が違う。これね、ロングだった時というのは、お風呂上がりにタオルドライをしました。その後髪の毛が乾いちゃうまで長い時間がかかるよね。でも髪を短く切ると、タオルドライした後ほっといて乾くまでの時間が短くなるわけだよね。ここ結構注意しないといけないよ。このお話はバッサリとね、髪の毛を切ってイメチェンした人には必ずお伝えするようにしています。とにかくお風呂上がりタオルドライしたら、ドライヤーまでの時間なるべく短くしようねと、今までより意識してすぐにドライヤーしないと、自然乾燥で髪が乾いてしまう瞬間を迎える。このことによって今日の仕上がりとは似ても似つかないことになっちゃう可能性が大きいよ。のぶさんがやったように仕上げるには、とにかく髪が濡れてる状態からドライヤーをスタートする。そのためにはお風呂上がり、すぐにドライヤーした方がいいよ。こういったことをお伝えします。それと、分け目のお話ね。タオルドライした後に、後ろに溶かしておくと必ず誰もが一番自然に分かれる場所から分かれるようになっています。でも、今日のみえさんね、本来分かれちゃう場所よりも外側から分けてるわけ。これもタオルドライした後ほったらかしておいたら、自然に分かれるところから分かれちゃう。なので、ドライヤーする前に、まずは、最終的にここで分かれてほしいというところから分けておこうね。それは美恵さんの場合、真ん中ではなくてもっと寄ってるよと、そういったお話をしてるわけ。これね、大人女子の皆さん、多くの方はですね、お風呂上がりいきなりドライヤーではないよね、お顔のことやんなきゃいけない。
このお顔のことやってる間に髪が乾いちゃうということがあるわけね。これを防ぐためにはなるべく早くドライヤーをするということももちろんなんだけど、その間に仮に自然乾燥しちゃっても大丈夫な場所からもうその形を作っとこうね。最終的な仕上がり真ん中じゃないんだったら真ん中じゃないところにしてから他のことやってて、最悪それで乾いちゃってもまだギリギリセーフにしとこうね。そういったお話をしております。さあ季節は春になりました。この機会にですね、バッサリと髪の毛を切ってイメチェンしたいなと思ってる方いるんじゃないでしょうか。今日の動画そういった方の参考になれば幸いです。現場からは以上です。この後のおまけコーナーもお見逃しなく。ではここからはおまけコーナー、久しぶりののぶさん体操いっちゃいましょう。今日ののぶさん体操ね、久しぶりです。のぶさん体操ね、最近釣りのことばっかりやってるからな。のぶさん体操何いこうかな。そうですね、顔をマッサージしましょうかね。まずは眉毛、自分のね鏡見ながらでもいいし、まあ見なくてもいいか。眉毛この2本でぐーっとつまんでみてください。ぐーっとね、これをぐーっとつまんだら離して、外側ぐーっとつまむ。はい、外側ぐーっとつまむ。はい、外側ぐーっとつまむ。これね、もしコリコリしてて痛い人、無理に痛いことしないでね、痛くないギリギリの力でいきましょう。はい、もう一度ぐーっとつまむ。痛くない人はですね、力、このつまむ力ね、圧を強くしていきましょう。1回目よりも2回目を強くしていく。痛い人は無理してやらない。はい、もう一度どんどん圧を強くしていきましょう。はい、こんなとこね、普段ねつまんだことがない人にとってはね、非常にこう凝ってて痛い人もいるし、そうじゃなくてもなんかこう新鮮な感じがすると思うね。この眉毛のもみもみ、めちゃくちゃ目に効きます、ね、何度も何度ももみもみしましょう。はい、もう一度ぐーっぐーっとつまみます。はい、 OK。 次親指でこう、ここの骨のくぼみがあるでしょ、この骨のくぼみに親指を入れてぐーっと押しましょう。これ手で押すのが辛い人はですね、肘をテーブルに乗せて頭の重みを指に押し付けていくみたいな感じの方が楽だったりするかもしれないね。これも内側からだんだん外側に行きましょう。はい、ぐーっと押す。痛い人は絶対無理しないようにぐーっと押す。人によってはね、右が痛い左が痛いとか、この場所は平気だけどここは痛いとかいう人いると思うんだけど、痛いところは無理してやらないでね、優しくやりましょう。はい、ぐーっと内側からだんだん外側にぐーっぐーっと押していく。やってる最中なかなか面白い顔になってると思うけどね。はい、じゃあ次はね、今度この指、中指と薬指で、今度は目の下のくぼみ、下のくぼみをぐーっと押しましょう。下に向かって引っ張るような感じね。奥にズボッと入れちゃダメだよ。下に引っ張りましょう。骨に指を引っ掛けて下にぐーっと下げていく。これも外側に向かってね、内側から外側に向かっていきましょう。痛い人は絶対に無理をしない。ぐーっぐーっと。まあ多くの人はね、あ、なんかこう痛いとは言わね、痛気持ちいいみたいなね、凝りがほぐれていくような感覚になると思います。はい、そしたら今度こめかみ、また同じ指でね、2本でこめかみをぐーっと左右から真ん中の方にぐーっと押してみましょう。ぐーっと押したらその圧のままぐり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 しましょう。ぐりぐり、この時ね、全てがそうなんだけど、お肌の上で指をずらさないようにね、当てたら表面をずらすんじゃなくて中を揉みほぐすようにするのがコツです。はい、 OK。 そしたらまた親指、今度はこの頬骨の下からぐーっと押しましょう。
まずは鼻の横からね、グーッと押して、そしてこの丸みに沿ってだんだん外側に指がね引っかかる感じがすると思うね。これ骨があるからね、私ちょっとお顔に肉付きが良すぎて骨が分かりません、という人もいるかもしれないんだけど、グッと入れるとねそこの骨があるのが分かると思います。グッグッと、はい、もう一度。これも親指使う時っていうのはね、肘がテーブルにこう乗っかってると手の力を入れずにね、顔を当てていくだけで弱い力で、楽に押せると思います。はい、では次、この4本を使って耳の上に指を当てる。そしてここをグリグリと回してみましょう。この時もね、頭皮と指をずらさないように指はくっついたまま中を揉みほぐすようにしましょう。ずらしてはダメです。ジャリジャリ音がするってことはずれちゃってるからね、ジャリジャリ音がしないように指をぐっと力を入れて両側から挟んで、その状態でグリグリしましょう。はい、お疲れ様でした。これでですね、お顔のマッサージからの頭皮をねちょっともみもみしたわけなんだけど、かなり目が軽くなったことを感じていただけるんじゃないかなと思います。ということで今日のロブさん体操は以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。来たる3月25日ライブ配信やっちゃいます。夜9時半スタートです。今のうちにスケジュールのチェックをよろしくお願いいたします。ということで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。では次は火曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽいパーでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK ありがとう、バイバイ。1、2